はい、わけありで、かこねえです。今日も片道40分歩いて、職場に向かう最中にお話ししながら、やっていこうと思います。まあ、今週はこれが最後なので、まあ、今週ね、締めくくり、なんかいい感じで、気持ちよく終わりたいなぁなんて思ってます。うん。ああ。まあ、でもね、風邪引きさんが、だいぶ良くなったような気はするんだけど、まあ、本調子にはまだちょっとほど遠くて、まあ、今日行けばね、朝のお仕事は、2日、3日お休みなので、そう、まあちょっとその間に、まあ元気になるでしょうという感じです。まあまずは、うん。まあ今日仕事行って、って感じなんですが、はあ、まだ、まあ、昨日からね、まあ、Mキャスとワケありダイエットウォークはもう発信したんですけども、まあ、ショートムービーとね、発信したんですけど、そう、まあ、ほとんど、布の中、そう、まあ、暖かくしてたので、まあ、一晩寝れば、もうちょっと、復活するんじゃないかなと思ったんだけど、意外と復活しないで、まだ喉は痛いわ。ちょっと、まあ、ちょっと頭痛いっていうことじゃないけど、頭痛いってことじゃないんだけど、まあまあまあ、まあ、具合悪いっちゃ悪いかな、みたいな。そう、ただ鼻水が出るっていうのはなくなってきたかな。喉が痛くて、まあ、体がちょっとだるいかなって感じ。まあ、声はね、まだ良くないですけど。うん。まあ、その中で、多分お風呂行って、まあお仕事行って、お風呂場は暖かいですから、暖かい中で働いているうちに、またどんどん体が温まってこれば、元気になってくるんじゃないかと思ってます。うん。まあ、その中でね、昨日は、16時間断食どころじゃなくて、そう、まあ、体が温まるような食材を、まあ、たくさん食べて、食べて寝るみたいなのを繰り返しました。そう、まあ、しょうがないよね。そう。でですね、今日はどんな話をしていこうかって思ってるんですけども、そう、今日も全くノープランで。まあ、今日はね、ちょっと映画の話をしようかなと思ってます。うん。というのは、私毎週金曜日の15時に、映画大人の教科書というポッドキャストを配信してます。それは新潟県長岡市にあるシネコン、T 上に長岡の最新情報を発信してるというもんなんですけども、今週はね、まあ今週っていうか、まあ、これが、12日の、6時に配信されてるので、この日の15時に配信されるやつなんですけど、12日から公開されてるね、地上に長岡の映画が、実は7本もあって、1日で新作7本って、私はこのポッドキャストっていうか、映画系のね、ポッドキャスト初めて、まあ、初めてだな。もちろん日本中で公開されて新作映画って言ったら、まあ7本どころじゃなくて、まあ毎週20本ぐらい公開されてるんじゃないかな。そう、なのでまあ、そのうちの一部っちゃ一部なんだけど、それでもまあ地方のね、H シネコンがジュスクリーンの中で7本も新作ってのは、まあまあまあ、どういうことみたいな感じなんだけど、そう、まあ、ラインナップもね、なんかね、なんかバラエティに飛んでるわけじゃなくて、みたいな感じで、なんか、まあ、正直ね、面白みに欠けるというかな。うん。まあ、私が一番映画を見てた、1年ぐらい前の今時期だったら、まあね、全部の映画を見てたんで、まあ全部、ね、なかなか、公開日だけで、見ていくと思うんだけど、ごめんね、あくびが出ちゃった。うん。見に行くと思うんだけど、まあでも、今は、本当に、どうしても見たいっていう映画以外、いかないので、そう、
この間ね、アキナちゃんのライブ映画を見に行ったぐらいなもんで、16時間断食始めて、まあ、今日ね、集計上はまあ、100日目なんだけど、うん。あと、まあ、その100日の間に行った映画はアキナちゃんのライブ映画だけだったのね。まあ、そういう風な生活をしてると、まあ、今週の映画の中に、まあ、どうしてもどうしても行きたいっていう映画は、なかったな。そう。でも、一作品ね、アカデミー賞、今年のアカデミー賞6部門とか、まあ、まあ、女性の指揮者、うん、のお話、洋画なんだけど、があって、まあ、それはね、面白そうだなと。そう、なんか、ものすごくなんか、影響を受けそうだな、見てみたいなっていうふうに、思ってはいるんだけど、まあ、だからって、ずっと医学館立ちしてた、私の生活を、切り裂いて、私ルールを破ってまで行きたいっていう思うほどではないかな。うん。だからまあ、アマプラかなんかでやってるんだ、出てたら、まあ見ようかなっていう、ぐらいな感じ。うん。あとの6本は、いやまあこれを聞いてる人が、私のね、今日の、映画は大人の教科書を聞いてるかどうかわかんないんだけど、映画は大人の教科書の方が、まあ、映画館に足を運んでくださいっていう趣旨でやってるから、まあ、その映画のね、悪いことは言わないよ。まあ、言ってる時もあるけど。そう、まあ、スーパーマリオじゃなくて、まあ、スーパーマリオザムービーはこけるんじゃないかな、とか、いう話をしてて、いや、全然こけてないみたいじゃん、みたいな感じ。うん。まあ、セイントセイヤはこけるよね、って言ったら、まあ、もちろんもう、OK みたいな感じだったりとか、まあ、そんな、程度のことは言ってるけど、まあ、基本的に、作品にリスペクトが全然ない、なんか本当、苔をどうし、苔を下ろすみたいな話はしない。うん。で、まあ今回の映画、まあね、ここでしか言わないよ。そう、今日の、映画大人の教科書の方では言わないと思うけど、まあ今日から公開の映画はね、そう、さっき言ってた、女性指揮者のお話以外は、なんかな、触覚が全く動かない。うん、そう。どうなんだろうね。ちょっとね、タイトル全部覚えてないんだけど、まあ、一つは、幼馴染のカップル、なかなか、好きって言えない幼馴染のカップルのお話。まあまあまあ、胸キュンキュン系のさ、ね、まあ、当事者ぐらいのね、当事者のほんとなんか、まだ初々しい恋愛、そう。恋愛物語を、現代進行形で、やってる子たちにとってみれば、なんかキュンキュンするようなお話かもしんないけど、そう、なんかもう、もうね、加藤登紀子さんのさ、ナンパ戦じゃないけど、40過ぎ、アラフォーになる、アラフォー過ぎるとさ、なんかもう、胸キュンキュンの恋愛じゃなくて、ちょっと間違えば、もうドロドロ、もう最初からドロドロ決定みたいな、まあ、恋愛もあるわけよ。うん。で、まあ、中学生、高校生だけじゃないからさ、まあ、当然恋愛の中にはさ、セックスもありも、セックスも、なんでも、まあ、ありありの中で、純愛なのかなみたいな。ただただセフレが欲しいだけみたいな。恋愛なんていうこともあるわけよ。そう。うん。まあそんなわけで、まあね、アラフォーの私にしてみれば、そんな、もう、まあそういうこともあるよね、みたいな。キュンキュン系の映画ね、なんかやっぱね、見てて、見るのは、まあ、その時はね、なんか、キュンキュンしながら見てるから、見てる時はね、楽しいんだよ。見てる時は楽しいんだよ。そう。でも、じゃあ、映画を見に行くって選択の中に、
まあそれがね、あるかって言ったら、ああ、ないんだよね。そう、うん。だからまあ、まあ映画やってます。見たら絶対キュンキュンするんだろうなとか思うけど、でも、じゃあ、お金払っていくかって言ったら、まあそんなことないと思うんだ。そう。もう一つは、アニメじゃなくて漫画が原作なんじゃなかったかな。アイドルを追いかける女の子の話。うん。推しが武道館に行ったらどうのこうのっていうタイトルだったかな。そう。それもさ、なんか、まあ、さっきの映画もそうだけど、予告を見る限りさ、なんかね、絵作りというか、まあ、映画らしくないっていうか、なんかほんと、なんかテレビドラマというか、なんていうかな、映画らしい映像ってわかる？私も表現しきれないんだけど、なんかお金かかってるかかってないじゃなくて、なんかそこに、多くの人が関わってるっていうような、そういう、なんか、重みを感じるっていうかな。そう。とってこの際死んでも、多分この背景にはいっぱいの人が関わってるんだなっていうのを感じるような映像は、なんか映画らしい映画だなと思うんだけど、そう。両方ともね、そういう映画らしさが感じないんだよ。なんか爽やかで軽いような映画だな、みたいな。そう。多分、誰もいねえようなところでさ、まあ、少人数でサクッと、下手したら、まあ、GoPro みたいな、カメラで、まあ、サクッと撮ってるんじゃないかな、みたいな、なんか映像が軽いな、みたいな感じで、の軽さがさ、いい時もあるんだよ。作品によってはね。そう。軽さがいい時もあるんだけど、なんか、予告からまあそうだと、なんか、まあそこにお金出したいかって言ったら、そんなことはなく、なんか、まあ、続回で、面白いんだろうなと思うけど、じゃあ私が見たいかって言ったら、まあそんなことはないわけ。そう。ねえ。そう。ただ、なんだろうな、ゾンビランドサガっていうアニメがあったんだけど、まあ、それはね、サガとね、エイベックスかなんかがタイアップして作ったアニメだったと思うんだけど、もうね、まあ、ゾンビとして生き返っちゃった女の子たちが、アイドルになっていくっていう話なんだけど、なんか、アイドルって、まあ、地下アイドルの話とかって、なんか最近ちょっと興味あって、そう、私がさ、路上でさ、カラオケライブしてるとすればさ、まあ言ってしまえば、あれ、こう、地下アイドルみたいなもんだからさ、そう思うと、まあ、地下アイドルがどんなことやってるんだろうとか、まあ、そういうのはすごく興味あって、なんか、全く興味がないというわけではないけど、そう、そういう視点で見てみたら、なんか、面白い発見があるかもしれないな、とは思ってはいる。ただ、まあ、見たいかなというか、私もね、ルールを、まことルールを破ってまで、見たいかったら、まあ、そんなことはない。多分、アマプラでやってても、見ないだろうな。そう。で、3本目が、桜ゲートボール、なんとか、ゲートボールの話。うん。なんかね、親友を助けるために、ゲートボールでなんか賭けをするみたいな感じのお話で、昔ね、昔20年ぐらい前とかさ、ゲートボール、今ゲートボールなんて盛んなのかな？まあ新潟県では、まあゲートボール見ないよね。まあ私の住んでる長岡では、
私の生活範囲の中ではもうゲートボール全然見ないよね。そう、まあ、長岡ね、もともとゲートボールなんかちょっと特殊なルールで、まあ、チーム戦という感じじゃなかったんだよね。そう、ゲートボールもなんか地方ルールがいっぱいあると思うんだ。そう、まあ、それで、まあ、どうなんだろうね。なんだけど、まあ、ゲートボール、昔はさ、ゲートボールの対戦を、テレビでね、放送するような番組もさ、朝やってたりしたじゃん。やってたのよ。そう。もう今は多分ゲートボール人気っていうものがあんまりじゃないのかな。よその地域わかんないな。そう。まあ、なんだろう。さあ、今な、ゲートボール、まあ、やってる人がいるとして、まあ70代、70代ぐらいでしょ？今の70代の人がゲートボールやるか？どうかな？そう。今の70代の人だったら、ゲートボールというよりも、なんか、ゲームとか、そう、ゲームとか映画とか、なんかもっと、ハイカラなものの方が興味持ちそうだよね。そう、だって今の70代、80代って、うちの、おかんとこ、トンとか、ぐらいだから、もっとね、そんなゲートボールみたいな昔っぽい、そんな遊び、もう私の中ではゲートボールってもう、大昔のジジババの遊びみたいな感じで、まあ今でもそういうの楽しんでる人がいるかったら、なんかイメージがつかないんだけど、そう、まあとはいってもね、そう、なんか、最近のジジババは、もちろんね、余裕がある人なのか、暇がある人なのかわかんないけど、畑を借りて、畑をするっていうのが趣味とか、畑で、ね、作ってね、自分たちで食べきれないのはみんな捨てちゃうんだよ。変なのとか思って見てるけどね。そう。作れないほど食べれないほど作るんだったらさ、本当になんかね、命をバカにしてるんじゃないかなって思いながら話を聞いてたけど、そう、まあそれはね、リアル農業でもさ、農業法人のところでもさ、売る方がコストかかる。そう、売るためのコストの方が、かかっちゃって、まあ送料とかかかっちゃって、利益が出ないってことで、みんな作ったのを廃棄するとかさ、まあ、まあ前々からね、よく聞く話でもあるからさ、そう、まあ一般のね、じいちゃんばあちゃんたちが作ったさ、野菜が食べきれなくて捨てちゃうとか、埋めちゃうっていうのはまあわからんでもないけどさ、そのさ、私は大根一本買えなくてさ、困ってる人なんていっぱいいるわけで、そんなさ、作っちゃったものを捨てるんだったら、せめてさ、捨てるかもしれないものをさ、なんか、共有するような仕組みをさ、作るとかさ。そう。ね、そういったさ、ちょっと考えればいいじゃんと思うわけよ。ほんとさ、ちょっと考えればさ、そういう仕組みぐらいなんか作れそうなのにさ、そう、当事者の人たちってやらないよね。ほんと、提案してもそんなのめんどくさいなとかって。腐れじいども早く死んでしまえなんて私は思ってるけどね。私はね、死んだとだよ。そう、ほんと、ただ生きてるだけのじいども早く死ねんぐらい思ってるけどね。そう。まあ、そういうじいじばばに限って、まあ、元気で長生きなわけよ。ほんとね、自分のことしか、自分のこと？もうほんと自分の余計を楽しむことしか考えてない、じじばばたちはほんとさ、そう、いらないよね。そう、廃棄処分法とかあってもいいと思う。そう。
もしくは、安楽死法と自分から進んで安楽死されたら、その方の借金は全部ゼロになります。家族にも迷惑かかりません、みたいな。そんな法律があってもいいんではないか。ぐらい、もう私はね、ダークの子が、まあそんな風に思うこともあるわけよ。まあそんなことをね、描いた漫画もあったよね。そういえば。そう。うん。でもまあ、そういう風な発想だっても、うん。じゃあまあ私は当事者だったらどうかって言うと、もう私は喜んで安楽してもいいなと思って。まあ常に日頃からね、普段から別に長く生きたいなと思ってるわけじゃないからさ。そう、仕方なく生きてるみたいなところもあるから。あね、前はね、そう、なんでこんなね、退屈でもないけど、そう、こんな時代にさ、わざわざ産んだのっていうふうに、母親に食いたかったこともあったな。そう。まあ、母親どう思ったんだろうね。そう。なんかこんな話をすると、もう私はまあ、スーパーダークモードに突入して、ドヨーンとしてしまうんだけど、今日何の話をしてたんだっけ？そう、映画の話だ。まあ、ゲートボールの話かな。まあ、そんな話だったんだっけ。うん。まあ、ゲートボールの物語なんだけど、まあ、こればっかしはさ、誰が見るんだろうと。まあ、まあ、ニーズがあると思ってさ、作られると思うんだけどさ、そう。まあね、なんか、そう、誰がこの映画を見るんだろうっていう映画も、まあ結構あるよね。そう。まあ好きな人には好きなんだろうし、興味がない人は興味ないっていうのはまあどれもそうだけど、まあ私にしてみればね、トラさんの映画まるっきり興味ないし、まあ、トラさんの映画ね、まあ今はやってないけど、トラさんとか、釣りバカ西とか、釣りバカ西はね、私実家に行って釣りバカ西ずっとあったから、まあ全部読んでたけど、そう、まあ、釣りバカ西、漫画は面白かったけど、まあ映画が面白かったったら、いや、そうかな。そう、トラさんに言ったってもう、いや、何が面白いのかよくわかんない。でもな、まあ、私はね、そんな積極的に見てるわけじゃないからさ、そう、まあ、面白い人は面白いんだかな。まあ、そのね、その、ゲートボールの映画も、まあ、そんな感じよ。この人、この映画どんな人が見るんだろうっていうのを、本当思う。そう。今のさ、70代、80代のおっちゃんたち、おっちゃん、おばちゃんたちはさ、こんなゲートボールの中にもっと面白いこといっぱい知ってそうだよね。そう、知らないのかな。新しいことしようって、自分たちで新しいことを生み出そうとか、そういう発想にもならなそうだしね。まあ、それで、4本目が、4本目が、幸福の科学の岡隆法氏のプロデュースの映画。まあ、幸福の科学のもさ、まあ、なんだかんだ1年に1回ぐらい新作映画出してるよね。そう、なんかね、前回評判が良かった映画の、2番、みたいな感じで、目に見えない世界、まあ、心霊、社会、心霊の、その、霊的なもの、目に見えない世界についてフォーカスしてるって感じなんだけど、まあ、予告を見る限りね、やたら恐怖を煽ってるだけって感じで、まあ、どうなんだろうね。まあ、見るとね、多分ね、釣り、予告の釣りってことで恐怖を煽ってるさ、なんかホラー映画っぽい作りになってると思うんだけど、多分ね、見るとそういう内容ではなくて、そう、目に見えない世界があるんだよっていうような話だと思うのよ。そう。まあ、最終的に幸福の科学に、誘導するための、その、接近になる、この内容になってるんだけど、まあ、幸福の科学の映画も私何本か映画館で見たけど、自分のスタンスが明確であれば、まあ、面白いっちゃ面白いよ。
あ、なるほどねっていう感じ。そう。なんかね、ちょっとね、なんだろう。まあ、私たちがキリスト教、特にカトリック部の世界のことをなんか、映画見てもピンとこないのと同じで、そう、うん。なんか見ててもピンとこないなんてこともあるけど、だからってつまんないってことはない。ただね、わからずに入って、まあ入ってすぐにさ、まあタイトルの中で、まあ岡隆法って出ると、もうね、それを見て帰る人もいたりする。それはさ、ちょっとね、ルール違反だよって入ったらいいじゃん、とりあえず最後まで見ようぜなんていうのは私はいつも思ってるかな。うん。で、4本目が、要は、ちょっとタイトル忘れちゃったけど、アルツハイマーになった、アルツハイマーになりかけてる、その、有名な、殺人鬼じゃなくて、殺し屋が、まあ、最後の、自分がアルツハイマーだということに気がついて、まあ、その最後のミッションに臨むっていうようなお話。そう、まあ、これもね、なんか、なんだろう。なんか、今更感たっぷりの内容でさ、そう、なんか、面白そう、なんてことはない。そう、みたいな。そう、まあ、007を作った、監督さんがどうのこうのって、なんか、ちらっと書いてあったけど、もう、どうなんだろうね。そういうさ、ガンアクション、みたいなのが好きな人は、まあ、好きかもしんないけど、そう、なんともね、巨大企業の陰謀がどうのこうのとかさ、巨大企業の陰謀がどうのこうのって、閉眼してみるとさ、巨大感を感じれないようなものも多いじゃん。そう、ジュラシックパークなんか本当そうだよね。そう、ほんとジュラシックパーク、去年公開してたジュラシックパークも、最後はさ、もう、世界中に恐竜がいて当たり前の世界に変わっていくんだけど、まあ、そのきっかけを作ったのがさ、まあ、その、一企業なんだけどさ、そう、そのスケール感は全然なくて、ほんとさ、どっかの街で起こったちまちました事件が、気がついたらもう世界中に恐竜がいるっていうことになりましたみたいな感じのさ、お話で、なんだろうね、巨大とかそういうものの、その、表現がチープ。そう。まあ、それはね、スターウォーズとかも見てもそう思う。そう。ほんのさ、ほんの、小さい、あれも全銀河の話なのに、本当に一部の星の話で、そう、なんかその、スケール感を感じないっていうかな。そう。まあ、それだったらよっぽど年末時代劇の方が、スケール感を感じるっていうか、まあ、あれもね、そう、大人になってみると、まあ、どうかなと思うけどさ。そう。うん。で、その次が、なんだっけ。あ、そう。まあ、インド映画だ。2022年。公開のインド映画で、まあ、RRR を見た人は、まあ、RRR で見たその爽快感とか、まあ、その迫力とかを期待して見に行ったらどうなんだろうね。私もね、RRR は、なんか、本当に、衝撃的な映画だったよ。それは多分ね、近年のさ、ああいうお金がバンバンかかってさ、近年のインド映画とかを知らないから、そう思ったんじゃないかなと思うんだよね。そう。うん、知らないからそう思ったし、インド映画のああいう、今風のインド映画のスケール感を知らない人が、まあ、いきなり RR を見たら、なんだこれみたいな。そう。びっくりドッキリ目かみたいな感じの、映画だったよ。確かに。そう。でも、RR っていうぐらいの作品が、インドで作られてるって思った上で、じゃあ、今やってる映画の予告編を見ると、そんなにね、面白そうに見えないんだよ。そう。うん。RRR を超えるかどうかが別として、まあ、なんだろうな。まあ、見てみなきゃわかんないけどさ。
インドの古代インドの、神様の話。まあ、インドもそういう映画多いけどさ。そう、まあ、あんまりさ、そう、日本人としてはピンとこないわけじゃん。そう、まあ、そんな映画に、ものすごくなんか興味を持ってっていうのは、ちょっとどうかな。私はさ、たまたまね、全部の映画を見てるっていう時期にあるに引っかかったから、まあ、RRR は、まあ、見てみようかなみたいな感じだけど、でも、RRR が、そういう時期じゃなくて、なんとなく、まあ、映画見に行ってみようかなっていう中で、まあ、RRR の選択はなかなか難しかったな。そう、と思うと、まあ、この映画も、まあ、見れば面白いかもしんないけど、見たいかったら、まあそうでもないな。そう。で、最後の映画が、テラだったかな、タイラだったかな。ちょっと忘れちゃったんだけど、まあ女性の指揮者が、まあ、苦悩しながら、自分の音楽を、作り上げていくみたいな内容だったと思った。で、まあ今回7作品もあるんだけど、私の中で、見てみたいなっていう映画は、その7作目だけ。あとは、まあ、さほど興味がない。まあ、それでもね、今日の、映画の中ではね、大人映画の教科書の中では、まあ、それっぽく、熱を込めて話をするんだけど、まあ、興味がない映画ばっかりの時の、それはね、本当にね、苦痛なんだよね。そう、だからまあ、事前に資料とか読んで、いかに面白いかみたいな感じをお話していきたいと思うんだけど、まあね、まあ、映画はね、まあ、見れば面白い。見れば面白い。見れば絶対面白い。そう、でもね、見るまでに、その、見たいと思わせるかどうかっていうのが、まあ非常に難しいよね。そう。まあ今、私、アマプラもほとんど見てないからさ、まあ、アマプラですら、なんか、新作、とかアマプラでもさ、見ようと思うとさ、やっぱちょっと仕切りあるよね。そう。まあ、私ね、やっぱ、アマプラ見るより YouTube の方が全然手軽だしさ。そう。こう YouTube の中からなんか、どれにしようかなっていう方が、全然なんか、まあ、お手軽で楽しい気がするんだよね。と思うと、映画っていうコンテンツ自体、やっぱ、どうなんだろうな。そう。なあ、どうなんだろうね。なんかちょっとしょぼくれていくんじゃないかなって思っているよ。そう。なんかいろんなコンテンツがありすぎて、もう新しいものも古いものも簡単にさ、見ることできるじゃん。そう、だから、いや、すごい、桜の葉っぱが、こういっぱいあるから、まあ、古いのも新しいのもさ、自分の好みのあるものを言ってもさ、当時の画質のまま見れるような時代になったからさ、そう、もうコンテンツが飽和状態だよね。昔だったら、結局、リアルタイムでしか見れなかったコンテンツいっぱいあったわけだ。まあ、録画ビデオがあったわけでもない。で、今やってる映画が、今のトレンドみたいな感じだけど、今はさ、過去の映画も含めて全部さ、いつでもリアルタイムで、オンタイムで見ようと思えば見れちゃうから、となるともう、コンテンツが飽和状態なんだろうね。そう、と思うと、本当世代を超えて、本当に世代を超えて、どの時代になっても、名作と言われる映画が、やっぱり、残っていくんじゃないかな。まあ、それはどういう映画って言われたら、まあ、ちょっと難しいけど、私だったら、2001年宇宙の旅とか、2001年宇宙の旅は本当今見ても素晴らしいなって思うよ。そう。あと、レオンとかも面白かったね。まあそこはまあ人それぞれだけど、世代を超えても、名作と言われる映画は、
やっぱり価値があると思うし、そうじゃない映画は、まあ、どん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 、もう本当作って捨てられるみたいな、本当に、本当雑誌みたいなもんだよね。そう、そんなわけで、今日はちょっと映画の話をしてきましたが、まあ、今週もこれで終わりにしたいと思います。ちょっと今日はダークマッコの部分が出ましたが、そう。まあ、それすら私ということで、まるっと受け止めてもらって、やっと、また来週。そんなわけで、マッコネイでした。バイバイ。あれ？